1609年に描かれたアンブロジオ・スピノラの肖像画スピノラの肖像画。アンブロジオ・スピノラは17世紀前半スペインの将軍、初代ロス・バルバセス公爵。ヨーロッパ中にその名をとどかせた工場戦の名人であり、17世紀のスペインを代表する名称でもある。1628年にフランス宮廷に立ち寄った際には宮廷挙げての歓迎を受けたほか、 軍事史上、名高いオランダの名称オラニエコー、マウリッツ・ファン・ナッサウも、敵ながらその能力を高く評価していたとされる。テルシオ。アンブロジオ・スピノラ、1625年にかけて名高い、ブレダ工場船を指揮している。ジェノバの名家の長男として生まれる。スピノラ家はセスト及びベネフロー公爵家であり、銀行業を営んでいた。しかし、 ジェノバ国内での清掃に敗れたアンブロジオは、当時ジェノバの創始国であった、スペインの昇水として立つことを選ぶ。1602年、アンブロジオは、弟のフェデリコと共に、スペイン王国と傭兵契約を結び、フランドルへ向かう。当初スペインは、アンブロジオの部隊をイングランド侵攻に使う予定であったが、この計画が白紙となったため、 アンブロジオは80年戦争に投入されることになる。アンブロジオは1603年より、オーステンで包囲戦を引き継ぎ、1604年に、これを陥落させフランドル中流軍の序列、第2位に昇格、1605年には財政の監督者として、軍事財政の最高責任者となる。その後、フェリペ3世から、巨額の援助と指令を受け、フランドル各地を転戦し、 オランダ軍を率いるマウリッツ・ファン・ナッサウト互角の攻防を展開する。しかし1606年の遠征終了時に、ディーストで4000人以上の兵士が参加する大規模な反乱が勃発、スペイン王室の方針転換などもあり、以降1609年に12年休戦が成立するまで構成が不可能になる。1618年に30年戦争が始まると、アンブロジオは、 スペイン軍を率いて、プファルツに侵入し、ライン強国を占拠、イタリアとネーデルランドを結ぶ、新たな通行路を作り出す花々しい戦果を挙げる。1621年にオランダとの休戦協定が、切れると、アンブロジオは再びフランドルに帰還し、1622年には、幼少ベルヘンオップゾームを包囲するが、包囲軍の36%を失う、大敗北を喫する。 その後は兵力の回復に努め、1624年から1625年にかけて名高いブレな工場戦を指揮している。また1621年に彼は、ロス・バルバセス公爵位にスペインを追うより除せられ、大貴族の特権を手に入れている。しかしこの頃、新たにフェリペ四世の長身として、長身政治を展開していたオリバー・アーレス公白尺は、 フランドル政策において、スピノラと意見が対立し、スピノラに非協力的であった。この清掃は1625年に死亡したマウリッツの後を継いで、オランダ軍を指揮したフレデリック・ヘンドリックに有利に働き、戦況は悪化していった。1628年1月、オリバーレス公白尺は、スピノラをフランドル中流スペイン軍の総司令官の任務から外し、 マドリードに呼び寄せた。スピノラは、マドリードに向かう途中、ラロシェール工場戦を行っていたフランス軍のルイ13世や、リシュリュー数奇教と会談し、ラロシェール攻撃に関するアドバイスを行っている。やがて、マドリードの宮廷に合流したスピノラはその、人間性で、スペイン宮廷を魅了してしまうが、これが、生来気難しい性格で孤立しがちであった。 オリバーレス公白爵の孤立感をさらに深めたとも言われる。折氏もこの時、スペインはイタリアのマントバ公国継承に関わる紛争で、モンフェラート公爵領のカザーレへの進行を起としていた。1629年、アンブロジオはマントバ公国継承戦争を指揮するため、イタリアに派遣される。しかし、オリバーレス公白尺の非協力的な態度は続き、アンブロジオは、 すべての財産を失って、失意のうちに病死した。結局、スピノラ家に、スペイン王室から戦費が支払われることはなかった。1634年から1635年に、かけて、ディエゴ・ベラスケスが描いた名画、ブレダの会場において、中央で廃傷のユスティヌス・ファン・ナッサウをいたわっているのは、アンブロジオである。アンブロジオは、その生涯と財産のすべてを、 スペイン王室に搾取された存在であったが、この不朽の名画にその姿が描かれたことは、引いたスペイン人将兵からの崇拝とともに、彼がスペインから得たわずかな栄光の一部となった。ありがとうございます。